連続してやることになります。まずね、左フォームの下に左利きの下に、ちゃんと組みちゃう右、まずですね、基本的なね、素敵な、ね、形をさせていただきます。一つはですね、まず、一足分足を開く、そして一足分、肩幅分ですね、肩幅分足を開いたら自分のね、利き足、まあ皆さんも多分右だと思うので、まあ、基礎の種は右なんですけどね、じゃあまず左足をね、一歩下げます。その形はだいたいですね、足1個分開けるくらいですね、足1個分足が伸びますよ、1、2、2、3、要するにこんな形です。1、足を少し下げる、まずですね、右手が多分みんなこんな風になるので、まずこんな風に、この時は分かんないですけど、1、上げて1、こんな風に、要するにまず、こんなにあります。レッツゴー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 がちょうどね、垂直になっております。垂直。いや、このね、足のラインに沿うように立てる。その後、こちらの余った方の手をですね、今度はこっちのですね、今度はね、こっちはね、顎につくぐらいですよ。ここまで高くなくていい。こんくらいに。顎につくくらい、顎がほっぺたにくっつくぐらい、そこくらいの高さにしてます。こちらもね、こんな風になってはいけません、こんな風になってはいけません、そうくっつけるって言うのがいいの、脇を締める、足もう一回締めにします、二つ目にします、こうなんでしょ、そしたらその次に体を、約45度開きます。これが90度だとすると、こうですね、こんくらいの向きに体を、横向きにします、でですね、この時に注意一つで、足の向きがね、要するにね、この上の足だけ、足の向きはね、常にこっちのね、皆さんが向いてるね、こっちの上げる足の、そしてね、右手の方の足がね、こう、まっすぐ、曲げちゃう、こんなふうになっちゃダメ、絶対に、こう、まっすぐにしたら、よろしい、それで、で、続いてこっちの足、要するにね、上半身だけをこっちに向けるので、下半身は打つなくていい、こんな感じで、要するに、上半身だけをこっちに向ける、
こっち向ける。45度、斜め45度、こっち向ける。そう。こんな感じです。1、2、3、4、この時、足は、まっすぐ。こっちの足も、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。で、こっちのね、左足、こっちの今、下がってる時も足ですね。こんな風にね、ちょっと上げます。拳1個分上げます。こんな感じです。拳1個分上げる姿勢を、ボードを取って、このようにね、やります。この時ね、こっちの手ね、あのこの風に、この風に下がっちゃダメ、こう。だいぶこの風だったらおかしいよ。この風。この風にやります。で、45度開けたら、45度上げましたね。こんな感じになります。ほっと。そう、これで、こっからね、ワンツー。基本的なね、感じで。ワン。で、まず、普通のワンでいくときね。まず、こっちのね、左の足の、この、かかとじゃなくて、左足のつま先で、の、つま先も大体親指ら辺で、ピリ出す。こう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 。そのときね、どっちの足もね、同じ長さをキープ。ここに見なっちゃう。ここに見なっちゃう。こう、こう、こう。うん。次に、足のね、その、隙間のね、長さを行って、そう、行って、どこについても、どこについても、行ってよ。で、行ってでしょ。で、まあ、それでいいんですけどね。その次に、このパンチ。こっちの感じですね。最初に難しいって言うんですけどね、習い方が。こちらですね。手をね、前に、そう、前に。この時ね、こうなっちゃうね、こうなっちゃうね。こうなったら、急になって、こうなったらね、脇が開いちゃう。この時に、あ、応援くらい。こう。まっすぐ。まっすぐ、垂直線に。まっすぐ。しかしね、こんなにめちゃくちゃに、こうじゃない、こうじゃない。その時ね、肩も手に入れてるよ、肩も。肩持ってかれてるような感じでいく。その時ね、頭もこの辺に持ち上げる。この辺に持ち上げる。こう、こう。頭もね、突き出す。はい。この時ね、足にちゃんとね、右足にキープして、ちゃんと、後ろ、左、足もね、この後ろの足にも重心を押しとかないと、この辺にちゃう。こっちだけ。見ちゃダメ。こう。重心、強い。重心、こんな感じ。この感じで、ね、打つジャブは、ジャブを打つ。そう。次ですね、ワンツーツー。これ、ワンね、ちょっと言ったね、これでいい。もう、さっき上に打ったジャブみたいな感じ。で、次ワンはこれでしょ。普通にね、動かないの。ワンツーのね、ワンはね、こう、普通に。足を動かさないですね。足を動かす、足を動かして、これはね、ジャブって言ってね、ワンがこれ、これジャブね、ワンがこれ、ワン、ツー、これがワン、ツー、ワン打ったらワンなんですよ。この時ね、ツーの次は、重なるような勢いで、もう打った状態で打って、すぐこう、打って、こっち来て、こうじゃなくて、打って、パンチ当たる、パンチ当たってるから、こっち。当たった瞬間にこっち、うん、クロスだぜ、クロスこんな感じでクロス。この時にですね、このこっちの足はこうじゃなくてこうねじるんじゃなくて、こっちの足もね前に出す。要するにこうなってる足をこうね、こうなってる足をこう、こうなってる足をこう、こうまっすぐ。今度ねこうなってるけどもうちょっと前に突き出す。こんな感じ、突き出す感じ。この時、この股関節、このね、まずこの股関節をね、キープじゃなくて、ちょっとね、横に体をずらすような感じで、じゃないと、いざ当たる、敵に避けられた時に、こんな風になっちゃう、崩れちゃう、このほら、この風に。だからちゃんとね、止めとくんだよ、これ。これ止めとく。こう。こう。こっちにも止める、股関節は。止めとく、必ずここに。これでね、バランス崩れることがない。その次に、手を出すとき。手を出すときは、
釣り手が一つ力みながらこう打ちゃね、スピードが弱まる。そう、要するに一点を集中しながらパンチ。どうする？前に突き出す感じ、これも前に突き出す感じ。でもこれキープね、この風に。この時ね、こっちの手はどうするかっていうとね、打つでしょ、打ってきて当たる、して戻す時に、戻す時にね、こここうこうじゃないと、ここ外した瞬間にフック打たれる、フック打たれる、フックね、フック。これ打たれたら、うん、痛い、めちゃ痛い。こんな感じでやって、こう戻す、戻す、戻す、そして元に戻る。こんな感じですね。で、以上こんな感じでございます。こんな感じってわかるかな。あ、まあ、4回見てこんな感じ。曲げる、ここは曲げる。